川のルーク、そうですよね、これがあったわけじゃないですか。ありました。さあどんな形でも勝たなければいけない両チームのエース、そこに対して DFM 持ってきたが切り札、この緑の剣、大将戦3巡目シュートマリーザー、対するはナウマン剣、いってみましょう。お願いします。さあ果たしてここを勝てば勝利という状況、投下されたこの緑の剣は何を見せてくれるのか。投げている、じゃあスパ狙いから空振りに終わったんでラッシュする、切り替え、さあ怖い、今の画面端、さあ赤く引っ張っている、とんでもないテクニックのオンパレード。さてガードしている、ガードまず1ラウンド目はシュート、恐ろしい火力、シュートが画面足で相手を投げた後ダッシュからしゃがみジャックマッチ打って当ててたんですけど、はい、あれは投げからのダッシュがプラス1なんで、はい、ナウマンも4振り打つことで投げ投げに対して勝ちにくるっていう、そこにこちら読み勝ってしっかりと確認しながら、トップはナウマンのペースになっていくか、画面端が近い。さあこの剣もマリーザを画面端まで追い込めばというところだが食らってしまった。カメライカンが結構対応してますね。そうですね、ここも大金ジャンプチューパン当たっている、オーディディマから差し上げて、いいね、たまらない判断だ、メテオリティス倒しきりはシュート、余裕でしたね、余裕でしたね、メテオリティスはダメージが高い SU2 なんで、最低保証火力も高いということで、はい、さあここで、ナウマン選手がインターバルを取った形ですね、うん、DFM。 さあこちら、デトネーションフォーカスミーも1回目のインターバルとなります。こちらナウマン選手が取りました。いやただまあ出会い頭っていう感じもありましたけど、うん、結構、うん、その中距離でこう前に来るマリーザに対して、まあ、やはりしゃがみ中キック、下段攻撃、うん、もしくはタッチジャッキックっていったところの足元のやら攻撃を使うことで、あのアーマーも一応ケアしつつ、うん、守りながらリターンを取っていくっていうのは剣でやりたいことだと思うんですけど、うん、その中間距離での駆け引きのところで、うん、立ちこまちためっていう、はい、まあ、ちょっと奇策ですよね、うん、垂直ジャンプなんかをされたら結構危ない選択肢、うん、これをまあ通していったと。あとは無敵技のガードもありましたし、うん、先に触れていて、そして、その置き攻めの選択肢でもかなりシュートが読み勝ったというのが1試合目でした。なんていうかバチバチに対策されてるだろう読みのいきなり止めないパンで崩していくみたいな、ね、シュート側がうまく手をこねて、うん、違う普段とは違う選択肢というか、うん、いうところもこう使っていったのが印象的でした。その辺であの流れを作るのはやっぱり狙われ慣れているという感じもしますよね。いやそうですね、やっぱりその選択肢はもともと広い、うん、ことが伺えるプレーでしたよね。さあ選手が戻ってきました。この席についてここからが2試合目となります。対象戦の勝利条件は3試合選手、最終カンソール熊本、シュートが勝てば決定戦にもつれ込む、うん、ナウマンが勝てばそのままデトネーションフォーカスミーがグランドファイナル進出。さあ1試合目はシュートがまたタクマに取っていった。ここからどうするナウマン剣。さあ中足ラッシュが入って、さあこれで画面端一発目は投げ抜け、打っていく。さあドライブゲージを削る動き、大事。しかしおーっと早投げだ、速く打つ、いやそれでも打っていく、下からよし、そうだ最速暴れのコパになった、上反応早い、画面が近い、エンフォールド動かない読み、早い展開、パートも見える、大爆確認しっかりスクッとぶっ上に飛んでいる、マークするのこれ、やるじゃん。さあナウマンどうする、これはもう伸ばして1本からの1本、よくジャストパリしたな今、とりあえず全部にジャストパリを仕込むっていう、はい、まあダメージ受けてる時にやりたい行動ですが、それが通りましたね。あれグラディウスガードしてたらバーンとしたんで、さあこれでナウマン勢いがついたか、投げまくり
からのここは様子見たが、うおっと、さあこじ開けられた。こうなるとクルッパリして強化ランクスにしてちょっとタイミングずらしましたね。ジャストパリされづらいよ。なるほど、こわっ、これガードは間に合うか、間に合わない、壊し打ってるか。さあ勝ち上げている、新竜レッパー大きなダメージ、これは届いた。さあこれで 1-1 さあナウマンはしっかりシュートに勝ち切るだけの力を見せつけた。さあ花子さん、かなり安定感のあるシュートのマリーザですが、ナウマンさすがここで出てくるだけあって、あっさり取ったようにも見えました ね、 ね、やっぱりこう、うわー遅らせが落ちました。さあ辰巳昇龍入って画面端になる、チャンスになる、チロシラッシュからの、さあ画面端は継続している状況、シュートこれはチャンスを、さあ入れ替わって攻守が切り替わる、いやー呼んでる、あーこれはリサル、しっかり流れが変わり始めた。これはいいか、危ないところ、おー一文字置き、マークしながら、そうグラディウスやる、さあグラディウス誘うような動き、バランスバウンドしてるのは、そうですね、シュートの側のはずなのに面白いように技を通していく。さあ時間はどんどん過ぎ去ってドライブゲージが戻ってきそうだ、うん、1番当たっている、バウンドしながら結果的にダメージを取ったのはシュートの方だ。さあこれは画面端、マリーザの火力であれば倒しきり、お見事、バウンドね早めにしたんですけれども、そこでうわお互い様子見の選択肢、いやむしろこうナウマンも無敵技次に行った感じの投げるように見えたけど、さあタイパン確認が素晴らしい、お互い3ゲージ球抜け見、まシュートは見ているという中でナウマンどういう選択肢とか、調子ラッシュを見せるか、シャミ中パンチ当てて、これは使おうする、使っていくアポロウーサー、さあこれドライブゲージもかなり削れるぞ、ナウマン1攻めかなり重要ですね、バウンド狙いに行けますし、とはいえナウマンの SA もあるんで、さあ釣り出すような動き、ただこれはどうするんですか、今シュワシュワ打っていた、上から潰していったシュート、これで2対1決定戦が見えてきたぞ。今のそのアポロウサからのラッシュ投げで無敵アザーに対する、釣り出しの動きに対してタチコ結構おそらくなんか対策に見えたんですけど、これ、昨日の試合でもね確かそういうのがあって、チュンリーの立ち強キックが届いてたっていう、なんですけど一文字は届かなかったですね。ですね、さあここで DFM ナウマン選手2回目の、インターバルを使いましたね、いやーかなりもうお互い人読みからの釣り出し行動が ありまくる、もう今勝ちたいがオンパレードになってますよね。まあ、だからもう勝ち筋っていうのはすごい分かりやすくて、剣がうまく先に触って端に寄せて、いわゆる柔道でもう倒しきる、もしくはそれ投げに対して対処しようとするところに対してリターンをさらに取っていく展開がやりたいのに対して、中距離やっぱリーチ差の部分で戦おうとするとマリーザしゃがみ中パンチが莫大な火力が出ると、で今やっぱりこうシュートが小気味よくかっていた試合は大体しゃがみ中パンチ大きいが通っている、そうですね、それがやっぱりまずダメージに変わってそこからの置き攻めで、さらなるリターンを取っていくという展開になっています。さあここまで3試合終わって2対1、左側最終カンソール熊本、シュートがリーチをかけた、ここからの4試合目何が起きるか、どう人読むか、前に出るが、おお止めた、止まっていた、さあ YK に対して人雷ジャスト、さあこれでラインが大きく上がる、ナウマンのチャンスになる、画面端バックセ、さあ第1周から手段取っていく、下がって、さあおかわり成功、欲張り連携、バックセバックセプ大丈夫なんですよね、さあマリダのバック、その上げだ、マジか、下がるところを許さなかった、これ近い、さあシュートが前のめりになってきた、おっ下がる5番からの画面足も近づいて手段取って、インパクト、うわーやばい、リーグ連
やりたい放題にはさせない一撃。いいよ、ゆい立ってるよ、私ね。はい、よ。さあ、どうする。待ってて、よく待ってて。さあ、中距離しゃがみ中盤をかいくぐりながら触っていくか。結構このこれまでの試合でやっぱりおしゃがみ島食らいすぎていたんで、ナオマンガーがかなり警戒強めていますが、当たる。それでも当たる。シュートの技振り、技大きい。中心速く速い大吉が、あー届かないか、届かず。速さ的にはナイパンからなんで、リュービン。さあここでシュートは少し下がるか、うん、まあ、リュービキャップ後ろ投げは食らいたくなかった局面でしょうね。さあ一問じゃやる前蹴りジャスト。さあシュートはどう選択するか。エセゲージある。この画面端うわーガードしてる。しかしこれガード。さあオーディークワトリガからゲージは使わずに悠々フィニッシュ。これでリーチはシュート。しかもゲージ差あり。うわモリモリ来る。使う。さあこじ開けて早々に使っていく。ドライブゲージを回復したい。さあここから画面端の攻めになる。生は何を思うか。そしてワンマンした。しかし当たっている。上対空間に合うか。有利から苦しいぞ。何もしないが安定する。そこしっかりロー一発。クワトリが入れ替える。入れ替えた。これ大きい。回復しそうですね。そうですね。ここで回復。我慢が実った。さあ後ろ投げて地獄車。大丈夫何が待っている。投げ。うわー4から来た。しかもこれ7から3ゲージ。もう一度投げて。打撃はもう食らえない。ワンタッチで終わるな。だからこその投げ。4から来たー。パリッシュジャストパリなのか。この後入れ替わって。どうする。無敵技警戒。くいやー、マジ？打ち込んだ。ゲージを奪った。やはり。シュートの気合が上回った。大きく吠えて決定戦まで。今のはジャッキーにインパクト。どうした？ローキックに対して。